この動画では Gmail の画面にスケジュールを表示させる方法を解説をしてみます。で、このスケジュールを表示させる方法っていうのはですね、 Google のカレンダーガジェットというのを使うことによってですね、この画面のこの左の下あたり、このあたりにですね、このスケジュールを表示させることができますんで、早速ね、その設定方法をやってみたいというふうに思います。じゃあそれではまず画面の右上のね、この歯車みたいなこの設定のボタンですね、こちらをクリックします。で、さらに設定をクリックですね。はい、そうするとこの設定の画面が開きますんで、全般ラベル受信トレイっていうところのこの右の方に行くと、この LABS という項目がありますんで、こちらをクリックします。はい、で少し下に下がると、ここにね、この Google カレンダーガジェットっていうのがありますんで、これが標準だと無効になってると思いますんでね、有効にするの方にチェックを入れてもらって、画面を上に戻ってこの変更保存をクリックします。まあ、これでですね、カレンダーガジェットが有効の状態になってますんで、次にですね、この作成というところの、ね、この下の方のところ、このボタンですね、画面でわかりますかね、この点が3つあるこのガジェットというボタンになります。こちらをクリックします。はい、そうするとここに Google カレンダーという形で表示されましたということですね。なんでこれは Google カレンダーと連動してますんで、ちょっと今これはね、Google カレンダーの方に何も予定を入れてないんでね、何も入ってないですけども、まあ、ここからこう追加とかね、いろいろオプションとかでこの予定を追加することもできますんで、まあ、この Gmail をね、よくパソコンの画面を見るという方は、この Google カレンダーのガジェットをね、この表示させて、まあ、予定を入れておくと便利かなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。動画をここまでご覧いただきましてありがとうございました。で、この YouTube チャンネルでお届けしている動画とは別にですね、パソコン力劇的アップ動画講座 5Days ということで、5日間の無料の動画講座というのを別途お届けをしています。で、この YouTube チャンネルの動画はね、たくさんありますんで、見ていただくことによって、まあ、いろんなソフトウェアのね、使い方とか、まあ、便利な活用方法っていうのは覚えていただくことができるとは思うんですけども、ただですね、そういう活用の前に、やはりそのパソコンの基礎力というのが非常に大事です。で、この基礎力がつくとですね、そのパソコンの活用の幅、あなたのパソコンの活用の幅というのは非常に大きく広がりますんでね、まあ、もしですね、あなたがパソコン基礎からしっかりとね、基礎力をつけていきたいということでしたらね、この5日間動画講座ですね、これすべて無料で見ていただくことができますんで、この動画の下の説明欄にその申し込みのフォームの URL がありますんでね、ぜひそちらをねクリックしていただいて、動画の方を見ていただけるといいかなというふうに思います。じゃあそれではですね、次はこのパソコン力劇的アップ動画講座 5Days の中であなたとお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。